で月に1回の体重測定の日になります。さあ一番左側の方で体重測定していきますので、今日の、体重も皆様に紹介していきたいと思いますので、ぜひそこも注目していってくださいね。さあここからね、ほとんどお水飛ばないと思いますので、皆様ご安心くださいね。さあそしてですね、ふわたちが今食べているお食事メニューも紹介しようと思いましたが、皆様プールサイドも注目ください。ご手中の活力効率も披露してくれました。さあトドたちですが、前足がとても大きいのでね、重たい体軽々と持ち上げることができるんですよ。さあ向こうにいる子ですが、今軽々持ち上げてましたが、体重は1トンとなります。そして体長は3メートルです。オスのトドは大人になるとこれぐらい大きな体になってきますので、今後 JJ 君もですね、もっともっと体が大きくなってくると思います。今日の体重もね、皆様に発表していきたいと思いますが、先生今日体重何キロですか？234キロ、はい、234キロもありました。前回228キロでしたので、6キロぐらい増えてますね。さあ、このたちですが、毎年100キロほど体重増えていくと言われていますので、もっともっと大きくなってくれると思います。さあそれではですね、JJ 君お外にやってきてくれましたので、ここからひなちゃんと JJ 君という可愛いお顔を披露していきたいと思います。さあそれではですね、皆様お顔のあたりにご注目くださいね。それではいきますよ。せーの、あっかみ。はい、どうですか。とても可愛らしいあっかみを披露してくれました。左側にやってきてくれたももこちゃんも可愛いアッカムを披露していますので、ぜひそちらにも注目していてくださいね。